これ限定で1日2日だったら、これ見てどうなのかな。うわ、すいません。よくわからん。
すごい野菜が最高ですね。本当そのまま大丈夫みたいな。デパートが当選した当時からニューヨークもういかにもアメリカをバラバラにしたっていうことが語ってる。でもある程度は良くなると思うんですけど、分断がそのままあるいは持っている価値観が譲らないと思うんですよね。思っちゃうんじゃないか、出てこないんじゃないかって話はあるけど、彼の支持層がそういう、ことをやりたんですよね。で一方左側バイデン側もですね、予想もあるんですが、まあ、デーブさん、この民主党が通るのではないかと、白人ではない、人たち、ヒスパニックを含めて。高校生に涙、ある障害を持つ大学生、線路に転落した人を助けようと自ら飛び降りた。
境最低開票率が 93% で、過去10回を見てもかなり割れている場所なんですね。前回저는오늘친구결혼식에가는데요일본에서결혼식에가는거는처음이에요피루연에한번가본적은있는데정식으로결혼식에가보는건처음이고제가고등학교졸업하고나서부터는계속일본에있었기때문에한국에있는친구들결혼할때도못갔었거든요그래가지고뭐통틀어서친구결혼식에가는건처음인데한국에서결혼식에갈때는흰색옷만아니면되고뭐상식선에서깔끔하게입으면된다고알고있었는데일본은결혼식에참석할때그의상의룰이너무많더라고요제가알아보면서왜이렇게룰이많은지진짜깜짝놀랐는데기본적으로옷은흰색은여기도당연히안되고그리고올블랙도안돼요올블랙으로입으면이제그상갓집갈때다올블랙으로입잖아요그런걸연상시켜서안된다고하네요그리고어깨를내놓으면안되는데요어깨노출은안되니까이렇게하나걸쳐야한다고하네요동물의가죽이나퍼종이나천으로된가방은안된다고하네요진짜까다롭네요가방도너무큰건안된다고했어요그래서혹시짐이많으면큰가방을가져가서거기맡기는곳이있대요거기서맡기면된다고하네요그리고악세사리악세사리는이렇게흔들리는거안된다고해요흔들리는악세사리생화를사용한악세사리도안되고목걸이는기본적으로진실목걸이라고하네요제가친구한테들은거는되게반짝이는건안된다고했어요그래서진주로된악세사리를많이하고가시는것같아요아무것도없는맨다리로가는것도안되고검은색스타킹도안되고색깔이들어간스타킹도안되고그리고부츠나캐주얼한샌들같은것도안된대요너무한거아니야요즘많이입고가는이순이라고이렇게나와있는데제가이것만봐도한국이랑너무다르죠그리고헤어는되도록이면묶는게좋다고들었어요제가놀란게일본인친구들은자기가참석하는입장이어도아침에미용실들렸다가는친구들이꽤많더라고요미용실예약해서머리하고옷도사고가방도사고신발도사고그축의금까지돈이어마어마하게깨지더라고요네일아트의매너네일아트의매너도있어요너무화려한네일은안된다고써있어요그리고검은색이나네이비색깔의네일도안된다고써있고축의금은제가한국에는축의금을내본적이없어가지고찾아봤는데한국은평균친구결혼식하면한5만원정도되는것같은데일본은친구사이면3만엔기본3만엔이죠짝수는반으로나눠지니까축의금으로짝수의금액은안낸다고홀수로내는데만엔은너무적으니까3만엔부터내는것같아요그래서혹시만엔같은거내면뒤에서말이나온다고그러더라고요쟤왔는데만엔밖에안냈어막이러면서가족한테는5만엔정도낸다고돼있네요부부로출석할경우에는같이해서5만엔이나7만엔을낸다고하네요근데5만엔을내는경우가많다고해요그래서이번에결혼을하는친구가문화복장학원에서만났던친구거든요이제남편도알고저도아는친구라서이번에부부로참석을하게됐는데저희는여기에다가축의금을같이넣을거예요일본은이런축의금봉투같은게되게화려하더라고요되게종류가많았는데이중에서저는좀깔끔한걸로골라봤어요일단입고갈옷은이원피스예요이거는예전에자라에서구입을했고요되게긴원피스입니다이게색깔이조금연하게나오는데실제로보면조금더진한민트색의원피스예요이게어깨도안드러나고노출도별로없고너무캐주얼하지도않고색깔도흰색도아니고혹시몰라서또친구들한테물어보니까괜찮다는의견들이어가지고이걸로결정을했고요구두는제가펌프스이런건안신거든요샌들도안된다고써있었고이부츠를신고갈거예요이거는마르지엘라의타비부츠입니다조금더러운데그리고이가방결혼식에들고갈용으로핸드백을막찾아보다가기왕이면계속쓸수있는핸드백으로구입을하자해서이걸로구입을했어요그래서저는이렇게입고결혼식에갈거예요
Thank you.